では発進移動の仕方を説明しましょうはじめにビリンを移動位置にしますセットレバーを手前に引きビリンを下側にさらにビリンを引いて移動位置に回転させますエンジン始動後 シュクラッチから手を離した状態で、変速レバーを移動の高速、低速、更新の希望の変速位置に入れます。旋回レバーを旋回位置に。アクセルレバーでお好みのエンジン回転数に調整。周りの安全を確認。シュクラッチレバーを握ると機体が発進します。 シュクラッチレバーから手を離すと機械は停止します。